エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よし、待ってろティファ、今行くからだ。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、闘技場が開くぞ。ここがあの有名な男の館。サクッ、うまい。コロッセオを見に。ここは幸福を飽きないし、ワンセットいかが？ああ、やっちまった！俺のバカ、大バカ野郎！なんだ、またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ？どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティファちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか？欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。やめておこう。なんだ、つまんねえな。はい、表。え？うん。残念、裏だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら他のやつは当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあな。待て、そのコイン見せてくれないか。ふん。やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそというわけか。負けないから。本日開店の自動アイテム屋、呼び込みは人力だが販売は全自動だ。壊れてる？らっしゃいませ、らっしゃいませ。え、何も売ってくれなかった？開店祝いに格安にしてやるぜ。配線間違えたかな。お願いします。本日開店の自動アイテム屋、呼び込みは人力だが待ち合わせ場所は全自動だ。ここのはずだけど。ここも満席か。しかし、ちくしょう、アニヤに会うはずが。ここか、あんなことは。俺が話してくる。でもエアリスはここで待て。え、どうして？私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。
んたはリーフハウスの？ちょっと、なんでも屋さん。この町で人の素性を探るのはご法度ですよ。ここで何をしている？実は私、子供の頃からダンサーになるのが夢で、夜はここで踊ってるんです。子供たちには内緒にしてくださいね。昔から踊ることが好きなんです。出禁の客も多い。よく見張っておかないと。金落とさねえ。あんなことまで。咲き乱れる花のように。ああ、へえ。いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガールまたはハニーボーイのご指名はありますか？アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。俺の花束、マイハニーに届いたかな。果たしどこがあるか。ちょっと飲みすぎたかな。よかれで少し冷ましましょう。ここで待っている。いくらいい曲でも2枚はいらないな。また今日もカウカウしに来ちゃいました。仕事場には来るなって言っただろ。でもどうしても渡したもの。もっかくりじゃねえか。大型で来てるんじゃないよ。貧乏にはとっとと帰んな。やっぱりボールマーケットは恐ろしいぜ。おお、手のひらから全身に力が流れ込む。あ、うん。いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ？あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたくて。黙った、ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。はぁ、ったくまた変なの来たわ。ちょっとバカし、若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって？頼み？あのね、お二人さ、うちは手もみや、もんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え、早くしな。お、戦う男の力強い、それでいてしなやかな手。
わクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだい。じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド。リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃ指先からいくよ。ほら力抜いて、悪いようにはしないからさ。うん、あら痛かったか。いや。次は指の付け根を揉んでくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ。我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだい。声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい。ここはどうだ。それともここかい。ああ。気に入ったらまた来てちょうだい。はい。どうだった？大丈夫？ああクラウド変だよ。そうか。絶対変。癖になりそうかい。さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。大丈夫？ああ、私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとあっちゃ、代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？言わせておけ。気に入ってるんだけどな。あんたらイチャつくなら店の外でやってくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ。ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。え？この町には地下闘技場があってね。クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか。うん、推薦人の私にね。どうだい、乗るかい。わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。
急いで闘技場へ向かいな。どんな大会かな。この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど足元すくわれないようにね。トロットロにとろける。コルネオ杯入場。判断は右手。出場する選手は左手に。ゆっくりと行ってください。当たり前だろ。嘘でしょ。ここは観覧車受付だよ。今からエントリーが？たくギリギリだな。二人で出るのか？いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ？だったら私も出る権利あるよね。じゃあお二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ。急げ。眠らない都市ミッドガン。中でもひときわ輝くキラ星、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あまたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今、ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ギャル。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。寒風の日までにぶちのめす。勇者の知恵道を剥がせ。舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ、血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。異種格闘デスマッチコルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。お前たちの控え室はここだ。ああ、あんたたちか。どうしたの？その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたらこの有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえからさっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。コルネオからの差し入れさ。何でも飲めば立ちどころに元気になるんだと。飲んでおけばこんな結果にならなかったのかもな。よかったらあんたたちにやるよ。
どう？ドロッとしてる。へえ、私は飲まなくていいかな。準備はいいか？せいぜい死なねえようにな。さて、次はなんとカップルでの出場だ。なんたる罰が。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。帰れ帰れ。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる悲鳴、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの？はあ、素人か。人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか、皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合、レディーファイト。集中していく。受けて立つ。届け。この声です。終わりだ。消えろ。終わりだ。行け。耐えられるか。叩き切る。どう入れろ。狙うぞ。叩きしてやる。消えろ。この結果を誰が予想したでしょう。まさに大胆展開し、勝利したのはなんとクラウド&エアリスチーム。選手は控え室へお戻りください。まずは1回戦突破だね。どうかした？ルールが曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。もうおしまいだ。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか。ま、無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな、空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。何立ち上がってくれてんだバカ野郎。大損こいたじゃねえか。あらあら、題します廃墟からの刺客。盗んだものは数知れず、アウトローの街から弾かれたアウトロー。皆様、お手持ちの希少品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、お前ら、こいつ、ここで会ったが100年目。おら
み晴らさせてもらうぜ。100年100年も経ったか。うるせえ嫌がる。え、何おっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルール模様の闘技場。コルネオがいいって言ったらいい。無勢ここに極まる大乱闘が予想されます。皆様見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合レディーファイト。連携しよう。お任せあれ。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、私がもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方美しいですね。ねえ。次決勝だね。ああ、浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん、でもここまで来たらあと一歩。二人で頑張ろう。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。もう死んだふりしなくていいのか。お前らマジで強いな。うちに来ねえか。あら、減った。恐れ入ったよ。まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。お
まずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し、大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。100万ギルは一体誰の手に？さあ、泣いても笑ってもこれがラストだ！コルネオ杯決勝戦、レイファイ！よっ！しのげろ！やってやる。耐えられるかどっちは任せる。いいとこ、見せなきゃ。はい、いくよ、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんたふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん、喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。ひー、こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てば、さすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。ほら言っといで。
私に賞金を届けておくれ。俺も長いことここにいるが、こんなことは初めてだ。正直、興奮している。ああ、やってくれちゃって。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか？もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか？そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリー。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。じゃないようだ。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか？ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは現金でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイ。さあ、ついに始まりました。コルネオ杯スペシャルマッチ。頼む。あまたの強敵を退けた実力派カップルに対するは、あまたの強敵を放りし悪魔の家。一体勝つのはどちらなのか。熱い戦いを見せてくれ。カップルも引き裂く椅子の雨。ワンクロワテの一番にふさわしい荒れ模様です。さあ、どう切り抜ける。落ち着いていけ。いいところ見せなきゃ。よし、軽い。ここは手堅く。お、行くよ。待て。案外やっけなかったね。いいよ、これからだ。おっと、なんだこれは。
食い屋敷 in the house。 本性を表したシェルバウスにどう挑む、クラウド&エアリース。このまま吸い込まれてしまうのか。吸い込まれた。俺が中でどんな宴が催されているのか。やる気だけ恐ろしい。ちょっと待って行け。気負いすぎる。はいはい、私に任せて。怪しげな雰囲気。ヘルハウス、一体何を企んでいるんでしょうか。はい、おっと、ついに来るか、本気の一撃。やっ、当たったらひとたまりもありません。苛烈な攻撃もなりますか。鉄壁の守りが再びカップルを追い詰める。決まった。さすがのクラウド戦士も大打撃か。エアリス選手つらそうです。キャッチはもう片手を飲んで見守っている。覚悟はいい。クラウド&エアリスチーム、これは痛い。暴れろ。身の保証はもはや不可能。エアリス選手がダウン。会場のエアリスファンは大ブーイングです。暴れ狂う。いいえ、まさに恐怖でしかありません。無茶はするな。気負いすぎる。頑張るね。ダメージは無視できません。それ、さあ、よし、中で何が起きているのか。事態は一刻を争います。ゆっくり休め。落ちて。ここで一気に畳みかける。もらうね。そこから狙える。よっと。
ここでプレゼントタイム。ドンからの差し入れが届いております。気になるその中身は、開けてみてのお楽しみ。なんという衝撃、ひとたまりもありません。行くよ。やられた。果たして無事に生還できるのか。いけそうかな。引き寄せよ。覚悟はいいことも。珍しいね、あんたが目をつけるなんて。気になるのかい？お前らがこんなにすげえとはな。後でサインくれよ。優勝おめでとう。今夜のコルネオ杯はきっと伝説になるぞ。いたいた、探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回みたいなでけえイベントは稀だけど、いつでも何かしらはやってるからよ。試合を見てたら私も出場したくなっちゃった。エアリスさん、すごかったわ。女性だって優勝できるのね。チャンピオンたちのお帰りだ。驚いた。コルネオのどんでん返しをさらにひっくり返すとは。すげえよお前たち。優勝おめでとう。見事な腕前でした。あなたにはぜひ息子ジョニーの好敵手となって切磋琢磨していただきたい。互いに高め合い、認め合う。必ずや二人の間に真の友情が生まれるでしょう。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、何でも屋のクラウドだってね。五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから。楽しみに待っときな。さてと、
話はここまでだ。着替えたら町の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたはせっかくこの町にいるってのに、遊び方もろくに分かんないって面だね。興味ない。まああんたみたいのは体使ってなんぼさ。何でも屋の手腕、ウォールマーケットでも振るってもらおうじゃないか。これが今紹介できる仕事だよ。私がもんだその手、擦り切れるまで使い倒してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお。じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。覗くんじゃないって言ったろ。